シの、ペプシの車。あおーすごい。あーすごい。これご飯食べれるね。食べれるけど怖いな。落ちない。ああこうなってんだ。船虫とか湧いてきそうで怖いな。大丈夫だよ。取り直してもう一回。頭くらいにここ行きたいって言ってたんだよね、うん、これ、さっき、どこだっけ木更津のアウトレットで、パンダエクスプレスのご飯をテイクアウトしてきました。チャイニーズキッチン、なんか、中華料理の今時版って感じだよね。ご飯を選んでその上に乗せるおかずを選んで、うん、ボールかプレートか選んで、ボールかプレートかであれだね、おかずの量が決まる。そうそう、グラムとかじゃない、うん、あ、おいしい、甘辛チキンだ、すごいおいしそうだよ。おいしそう、
じゃん。結構美味しそう。これはハーフ&ハーフ。ピント合わない。に、なんだっけ、なんとかチキン。なんだっけ。なんとかチキン。なんか定番っぽいやつの、ご飯。チャーハンと焼きそばが下に入ってます、ね。どう。私のはこっち。何？めくれちゃった。ああ、ね、再利用する箱じゃないから大丈夫。私のは B って書いてある、ブロッコリービーフだっけ。すごい、ブロッコリー。ああ、美味しそうだね。うん、プラス110円の。そうで、下は一緒だね、ハーフ&ハーフで、そばとチャーハン。そう。ではレンゲとお箸がついてるね。うん、そう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 、これレンゲとお箸、こういうこぼさないでね、くれぐれも。うん、まあレンゲで食べるかな最初は。うん、もう時間は過ぎました。食べます。どうぞ。いただきます。あ、おいしい。しつこくない。うん、全然。うん。おす。おす。これいっぱいあってもいいと思う。あ、そう。うん。でもテイクアウトのプレートだったらどんな風になってたんだろう。ああ、テイクアウトじゃなくてテイクインじゃない、イートイン。うん、おいしい。あの写真みたいな感じなのかな。ちょっと一回。でもテイクアウトだったらどうするの。テイクアウトはこれだよ、イートインでしょ、うん、え、ああ、プレートって、あ、1個でかいやつか、うん、そういうことか。あっちでもいいかも。ああ、おいしい。箱がでかいんじゃない。かわいい。かわいいね、うん、一回じゃあこっちのカメラ止めますよ、はい、食べたいから、うん、どうぞ。うん、お腹空いたね。お腹空いた。おいしい。ビーフ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかったね。うん、お腹いっぱいで。帰りますか。帰りまーす。そこまで行かなくていいじゃん。お疲れさんでした。こっちが疲れたけど。